今回は、天元戦の第1局、井山裕太天元対、許家元八段の1局を紹介したいと思います。じゃあそれでは見ていきたいと思います。ここまではね、普通の進行ですね。ここで伸びると、最近ではこのような形が多いですね。こういうような、進行になることが多いですね。コスまれまして、こう当て込みからね、勢いこういう変化になりましたが、白はここから行けば絶対こうなるんですけど、1と2のダメを、打たないで、この進行を目指したわけですね。だからそれを反発して、勢いこういう変化になりました。そうですね、ここで退社は意外ですね。ここに壁があるので、ここにやる感覚は全くないんですけどね。どう打つかですけど、そうですね、解説者は、黒の手は言ってないですか。そうですね、結構難しいですよね。普通にこうやってやるのもありそうですし、あんまりね、ここ、打ちたくない感触なんで結構難しいですね。むしろこういう方が普通でしょうかね。こういうような感じで石を持ってきたいですけどね。この賭けはね、どういう構想かね、興味深かったんですけど、こういうことですか。で、これで両方頑張ろうっていうことですね。白は不満ないと思います。ここは防止して、白も、ここで行きまして、まだね、黒は薄みがあるので、そんな白は不満ないかなと思いますね。そうですね、これ一着ないとあれですか。打つとこういうような手が、ちょっと気になりますかね。跳ねると当たりでコウにされてしまいますから、でもこれも生きられてしまいますね。その防ぎですね、一見は。すいません、失礼しました。このしのぎですけど、こんなところで、自信持ってたと思いますけどね、白は。ちょっとそうですね、紛れを求めた手ですね。その時に覗いてね、なかなか思いつかないタッチでしたけど、これで三々も、こう綺麗に生きることができまして、
まあ地合いはね、白が、いいんじゃないかなっていう感じがしますね。まあ、ここもね、ハサミ付けがありますかね、まだ手が。まあ、これこうでしょうかね。はい、こうやって助かる手がありますから、ハサミ付けも残ってますしね。そうですね。意外とここの羽がね、結構ダメ詰まりを見て良さそうなところだったので、なんかこっちが意外と厚かったかもしれませんね。まあ、ちょっとわかんないですけどね。ここが大きいですって言ってますね。まあ、真ん中、こことハサミ付け見合いにしてもいいのでね、別に。ここが結構いいところなような気がしまして。これでね、意外と目が、まあ、今打てば、こうやっていれば、まあ、目はあるのかな。ここは効くんですけど、こうやれば、まあ、目はありそうですね。ただこうビシビシ決められてしまうのも非常に辛いかったということで、そうですね、この瞬間こう取りに行きましたかね、これ。では聞いてもらえずに、ただで打たないと、これはこれで、そうですね、こっち打ちたいんですけど、これ全部決まって、こう覗きがありますかね。こうやってこれ全てこう頑張ることができますので、そっか、これ必要ですね。だから1とも打てないんですね。ということでこうなったんですけど、これが必要でこうやったんですけど、今度はこう取りに来られてしまいまして、まさかね、天元もね、この石はしのぎがなくなるとは思ってなかったと思います。まあ、ここもコウがありますしね、なんとかなるんじゃないかなっていう、そういう思いだったと思うんですけど、こうやってね、抜かせて、非常手段ですけどね、こうやってまさかの取り掛けがこう成立してしまいまして、ここで投了となって、なりましたね。だからそうですね、ここ、ちょっとね、死活っていうか、こんな石が死ぬわけないとね、ちょっと思ってた節があるかなと。そんな一局でしたね。じゃあこんなところで、この後は、終わりにしたいと思います。じゃあそれでは失礼いたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。